怒られたことあって、うん、逆だろこれおかしいって怒ったことありますよ。名前は分かんない。本当にもう、もうとにかくその例外ってことなんですか。例外ですよ。例外は本当だ。普通の、発音ではなかなか考えられない。でいっぱい子供たちに注意されたことがあって、ある時レイチェルって女の子があんまり騒いでたんで叱ろうと思って、私はレイチェル、レイチェル、ビークワイエットとか言ってたら、私の隣にいた別の女の子がね、 She is not Rachel, she is Rachel って言われちゃったの。厳しい先生たちですね。4歳ですよ、4歳。逆に大人よりもね、厳しいの。突っ込みますね。もう一つすごく、適当にカットしてくださいね。もう一つ、本当にためになった英語の発音に関しては、はい、ある時女の子と男の子と2人連れてお散歩に行くときに、もうあんまり私が喋れないからって言って無視して2人でペラ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 喋ってるから頭に来て、What are you talking about? って一応聞いたんですよ、2人に。はいはい、そしたら、ん?とか言って、ズーに行ったっていう。先週の日曜日みんなでズーに行ったとか言って、Oh, zoo! って言って、それでね、What did you see in the zoo? って私が聞いたら、そしたらね、ゴリラって言ったんですよ。だから、Oh, ゴリラって言ったね。それでしばらくしてからね、サワコって言って Say go って言うんですよ。だから go、 go って言ったら Say Rilla って言うんですね。だから Rilla って言ったら、それをつなげてごらんって言うんで Go Rilla って言ったらね、 That's it っていうの。これも彼は教わってる。びっくりしましたね。 Gorilla 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 Gorilla。She's a very pretty gorilla. She's a very pretty gorilla. アメリカ人がよく使うダジャレですね。何ですか、それどういう意味なの。だからガール。ガールは日本語でガールって言うんだけど、英語では girl じゃないですか。あ、girl。ね、gorilla って言うから、割と近いんですよ。ああ。ゴリラとガールが近いんだ、発音は。そうそうそう。だからマドンナのマテリアルガールっていう曲ありましたよね。はい、あれをマテリアルガリラとか、マテリアルゴリラにしたりして遊ぶわけですよ。Material girl はこうダイヤとか大好きな女の子。Material gorilla はどんなものなのかと。ダイヤいっぱいつけてるゴリラと。物質主義な。そう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 。あとちょっと皮肉ってるんですね。そうなんですよ。あとゲリラダイブとかも言いますよね。はいはい、あれもゴリラに聞こえるから、ゴリラダイブじゃないかとか。そういったダジャレ、アメリカ人。ダジャレか。はい、すみません、アメリカ人のセンスが低くて申し訳ないですよ。いやいや、それ反省されなくてもいいけどね、大丈夫だよ。そういうの、子供大好きですよ、やっぱり。でも発音とか厳しい。厳しいですよ、だからちょっと発音が違うともう全然分かってくれないし、言い方がダメだともうなんか無視されるし。逆に嬉しいから、大人に注意するのが嬉しいから、もうバンバン、そうそう、自分が親に多分教えてもらった発音の仕方を私に享受しようとしてたりする時もあるし。でもある意味とても勉強になるから。勉強になりましたね。いいですよね。大人は教えてくれないからね。そうですね、分かっていれば。 Y の発音もこれは何ですかって、Year でしょ。で、はい、1年2年は何ですかって。これは日本の方なかなか言えないですね。子供に注意されたんですよ。Year と思いがちでしょ。同じだと思ってるでしょ。私も同じだと思ってたんですよ。違うんですか。いや、ちょっとこれは本当に言いづらい、ね、それでね、サークはできるかっていうの。そんなことやったら どうすればいいのって言ったら、はい、Yes, No って言うでしょって言うか、Yes って言ってごらんって言うか、Yes って言ったら、Yes って言ったのと同じように1年2年を言ってごらんって、1年って言ってごらんって言うの。 One year って近いですか。大丈夫。素晴らしい。言えます。 Year と One year と違うって言うんです。 Yes で Year、 Year、 Year と Year、 舌をちょっと上の方にくっつけて、ニュニュって、それも放送できないよ。ニュニュできる。ニュ、はい。ニュ、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 ニュ。難しいよね。木はできました。木の発音。木、tree。その木じゃなくて木材。あ、wood ね。おお、素晴らしい。だから W もそうなんですよ。こんなこと日本で習ってないと思ったんですけども、はいはい、地下鉄の駅降りてからウーティーズっていうデパートに行きたくて、はい、ある人捕まえて Excuse me って Where can I get to the Woodies って言ったら What? とか言われて、ウディーズ?ウディーズとかいろいろ言ってたんですよ。全然わかんないみたいにおばさんに言われて、でどうしようかと思ってしばらくして何遍も何遍も言ったら、Oh! Woodies!
って言われたの。こんなにディープキスみたいに唇出さなきゃいけないのかしらって。ウーディーズって、ワシントン。ディープキスの唇って言い方は素敵ですね。あ、そうですか。ウーディーズ。日本人はそんなに口動かせないから、ウッド、ウーディーズって普通に言ってしまいますね。ですから同じようにギアもこう本当に顔から入ってもいいと思いますよね。くしゃくしゃになるみたいな。ギア、ウッド、ギア。私が自己解釈っていうか考えたのは、日本語にもあのあいうえおの最後の方にわウィウウェウがあって、わうんだけになっていますでしょ。でやゆよもやいえゆえよが昔はあって、ありましたね。このなくなった発音と近いんじゃないかと思った。やいやいじゃないでしょ、やいえゆえよだからイエーなんです。でもすごい、やっぱりあの子供と触れ合って英語が上手くなるっていうのも、いや面白かったです。そういう風に発音直されると知らなかったことがいっぱい出てきたんで、なんかあの長文でなんか説明したり話を聞いたりすることはできないんだけれども、ちょこたあの断片的にね、いろいろ勉強することはいっぱいありましたね。でもあの小川さんはお仕事辞めて行ったわけでしょ。すいません、本当に勉強したんです。いやいや、すいません、攻めてるわけじゃないですよ。攻めてるわけじゃないですよ。どのレベルまでやりたいとか、なんかそういうのはあったんですか。あんまなかったんですけどね。なかったですか。ただ普通に生活してれば、英語ってだん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 、最初例えば空港に到着した時にはもうアナウンスもテレビのあれも人が通り過ぎた時の言葉も何言ってか全然わかんないのが、1ヶ月経ち2ヶ月経てば部分的に分かってきて、それで例えばセンテンスがこうあって、そのセンテンスの中に10個の単語を使っているとしたら、最初はそのうちの3つしか分からなかったことが、それが5つになり7つになり、間を埋めてってパズルのように全部がスラッとこうある日、目から鱗のように分かる日が来るんだろうと信じてたら、来ないまま帰ってまいりました。来なかったですか。あ、結構信じてる人多いかもしれませんよ。まあ途中でもうチャンネル変えた方が幸せだと思います。そういう中でもね、サバイバルしてきた何かがあるはずですよ。いやいや、自分が努力しなければやっぱりダメだと。ただ受け身でこうやって聞いてりゃ分かるようになるって、耳慣れるっていうことはあると思うし、人間になれるっていうこともあると思うんです、そうですよね。その人が好きだとね、その人の声が聞こえてくるってことはあると思うけども、でもやっぱ本当に勉強するためには単語と発音とやっぱりセンテンスというか、その言葉の何、文法、言葉の作りとか構成、覚えて一つ一つ構築していかないとダメなんだって思って諦めて帰ってきたんです。帰ってきましたか。はい、帰ってきたっていうことになるとここでおしまいになっちゃいます。それでは次のゲストを呼びしましょう。いやいや、そうじゃない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 。でもその中で何かこう得たコツとかありますかね。はい、ぜひそこを聞きたいですよ。とはいえ1年ね。それだから今の発音と同じようなレベルでなら、いくつかありますけれども、はい、例えばなんだろうな、さっき言ったみたいに誰かに何か説明しようとしているうちに自分で何が何だか分かんなくなると、なると Anyway とか Anyway I have to go there とかさ、なんか、それからもう一つは例えば Do you understand what I mean とか時々こう確認して、それでなんて言われると、あ、ちょっと言い方をもう一遍変えなきゃいけないとか、こんなややこしい言い回しじゃなくて私が最後に言いたいことだけを言おうとか、なんかそういうふうな方便は覚えていきますでしょ。いや、それがなかなか言えないんですよ。 Do you understand what I mean、これはね、あの mean ってあの意味するというふうにこうみんな習ってすごくそれを意識してると思いますけど、言いたいことって意味ですよね、ここで使ってるのは。ですから Do you get what I mean?What do you mean? とか、何が言いたいの？っていう時に使うとすごく便利ですよ。ああ、 それで要点に、知らずに使ってました。知らずに、なんとなくそういう雰囲気で使ってました。あの、例えば知らない単語だったらね、Exquisite Exquisite means ほにゃほにゃっていう言い方だと、Exquisite の意味を説明するけど、I mean とか You mean、 喋ってる人が主語になると、その人の言いたいこと、その人の伝えたい趣旨がみんな後に来るから、あの I mean っていうと本当に要点に絞って話をするわけですよね。それと逆に例えばあちらが喋っていることがこっちがちんぷんかんぷんになって、まあエネルギーが
なくなってくる。